梅ちゃんこんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、はい、ここにいる梅ちゃんスペシャルゲストをお呼びしていろいろと根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。何でも聞いてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、梅ちゃんはですね、はい、トレーダーなんですよね。そうです。一応でトレーダーなんですけど、はい、僕も一応ねずっとトレードやってて、うん、ディーラー7年ぐらいやって、その後独立して、かれこれ相場やり始めたのがあれなんですよ。2000、これ何回もこの話してますけど、2006年。早い。うん、2006年なんで、もう今10年目、11年目か。ああ。来年で12年目だ。大先輩ですよ。いや、まあ、歴はね。大先輩ですよ。歴はそうなんですよ。で、それで、今までいろんなトレーダー見てきたんですけど、はい、その中でも、梅ちゃんですね、多分ダントツにすごいイエーイっていう、イエーイじゃなくて何がすごいかっていうと、はい、いやここなんですよ、ポイントは。あの、ね、もう稼ぐ金額、例えばその相場でなんか億いったとかね、そういう人いっぱいいるじゃないですか、世の中、うん、株でいったとか、うん、数億いったとかいるんですけど、あの、僕いつも思うのが、じゃあその人の人生をじゃあそこだけ切り取ったらすごいじゃないですか、うん、じゃあそれをバーッと引き伸ばして20年30年40年スパンで見た時に、じゃあ40年後その人が本当に幸せな人生を生きてるかって言った時に分かんないじゃないですか。分かんないです、ね、分かんないですよね、うん、で相場でそもそもあの生き残ってるかも分かんないじゃないですか。分かんないです。ってなった時に、あの、正直そこはあんま重要じゃないじゃないですか、その、うんうん、その最短でいくらいったらとか、それよりも、うん、長く、収益を出し続けるってことが一番相場では大事で、その時に梅ちゃん以上の安定した成績を出すトレーダーを見たことがないんですよ。わー、嬉しいです、はい、そこは安定しすぎだろうみたいな。私が、はい、あの稼ぎ続けるトレーダーでありたいっていうのが根底にあって、うんうん、なるほどね、その要はなんか今月いくら達成したとかっていう最大瞬間風速的なもので見るんじゃなくって、ちょっと持続力というか、あの継続してずっと常に利益を出し続けるトレーダーでいたいっていうのが根っこにあるからだと思います、うん、根っこにあって、そのためにいろいろあれですよね、それを実現するためにやってきてるってことですよね。その、まあ、ある意味計画的にその戦略を組んでるってことですよね、はいはい、そうですね、はい、でなんか、はい、それこそ今言ったように、うん、その人生の一部を切り取ってみたらすごいっていうことになってるかもしれないけれども、うん、じゃあトレードですごい利益を上げたからって、うん、自分が死ぬ時にそれが嬉しいことだとはちょっと思えないんですよ。その自分の稼いだお金がそこにあるみたいな状態が、ただあるだけみたいな。そう、うん、なんかそれよりかはもうちょっと違うことがあるんじゃないかなと思っていて、うんうん、でこれからなんかトレードを始める人たち向けにちょっとそういったお話ができたらいいなと、うんうん、ぜひお願いしたいです、はいはい、でその前にちょっと梅ちゃんの自己紹介をしてほしいんですけど、はい、まずそのトレーダーとして実績みたいな、ちょっと聞きたいじゃないですかね僕も実はあんまりね、知らない、いや知ってるけど、そんな具体的になんか知らないんで、どんぐらいのパフォーマンスを出し続けてるのか、ちょっといいですか。それはもう内緒ですよ。内緒内緒ですよ。え、ちょっと、いやいや、聞きたいじゃないですか。いや、ざっくりでいいですよ、ざっくり。私がトレードを始めて、うん、大体5年になるんですけれども。あ、5年？まだ5年なんですか？うん、5年ぐらい。うん。そうなんだ。はい。はい、で利益になってない年はないですね。なるほど。毎年。毎年利益は出ていて、でその実際どのぐらい自分の時間をトレードに割くかによって利益も違ってくるんですけれども、うんうんうん、多い時は。うん、全万とかですよね全万、月に、うん、その本当にそこにエネルギーバンって注いだら、うん、注ぐと全万いっちゃう。はあ。で、あんまり注げないと、うん、100万。それでも100万、まあ、要するに安定してるってことですね。まあ安定してるってことですかね、うん、でも そこですごいなと思うのは、あの、ね、その普通はですよ、頑張ろうってそこに意識注ぐと恨みに出る場合が多いんですよ、はい、だから
僕がそのトレードやって得た教訓の一つは、稼ごうとしないっていうのは結構あるんです僕の中で。あの稼ぎに行くと、例えばね、僕よくあるパターンがあって、昔あのディーラーってあの月締めなんですよ、はいはい、だからあのその月ごとの収益で、まあ、インセンティブっていうのは計算される、うんうん、計上されていくんですよね。でその月が変わるとリセットされるんですよ、うん、で毎月そのコストっていうのが必ずかかっていて、それが、うん、あのプラットフォーム売買のソフト代とあの基本給なんですよね。でそれ合わせて大体50万ぐらいなんですよ。だから50万を超えないとあのインセンティブ赤字なんですよ。だから必ず月ごとに計算するんですよね、収益のプラン立てるんですよ。ってなった時に月末に僕いつも飛ばすっていう癖があって、あの勝負に行っちゃうんですよね。だあとちょっとで例えば桁が1個変わるとか、あのこんぐらいインセンティブちょっともらいたいからちょっと攻めに行くと、要するにそっちが目的になっちゃって飛ばすっていうのをもう毎回月末病って言ってるんですよ。これがあったんですよ。でもね、わかります、うん、そういう時もあったし、うんうん、でそこを乗り越えてきた部分もあったし、うんうん、結局そこの金額にフォーカスしちゃうと、そうですね、うん、なんか余計なことをしちゃうっていうか、うん、しなくていいことしちゃったりとか、あの無理に帳尻合わせようとするから、うん、無駄なトレードをやってしまうっていうか、やりますね、うん、やりますね。で大体そういう時って相場の波に乗れてないから、はい、マイナスになっちゃう。マイナスね。でマイナスになっちゃうと、またそこのマイナスをどうにかしないとって思って、どんどん悪循環になってっちゃうんで、うん、マイナスになった時にね、すごいこう目先しか見えなくなっちゃうんですよね、まあ、IQ が下がっちゃうというか、うん、でいつもの自分の判断ができなくなるって、うん、それ自分でも気づかない状態になるじゃないですか、うんうんうん、だからその意図的にそれをコントロールするってかなり難しいことだと思ってるんですよ、うんうんうん、でもそれをやってるっていうのもあり、ずっと継続的に安定してるじゃないですか。まあ安定の中にも不安定要素はいっぱいあるんだけれども、うん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 、なるべくそこを、そう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 、なんだろう、不安定なところをちょっと減らしていこうっていう努力はしてます、うん、なるほど。いや多分僕は思うにですよ、不安あえてただその安定化させないから安定してる側面あると思うんですよね。いや例えば数字をわざと決めないとか、その毎月この金額を絶対稼ぐとか決めてないじゃないですか多分。そうですね、今は決めてないです、うん、決めてた時期もありましたよ、ね、あったありました、ありました、うん、でもあとは例えば1日何時間やるとかそういうの決めてない。あ、全然決めてない。そうだ、多分そういう不安定な部分があるから結果的に安定してるっていうのが絶対あると思うんですよ、逆説的に、うんうんうん、そういうのも含めていろいろその秘訣を、うん、トレーダーとして、でさらにそのトレードを通じて、それ以外の、まあ、人生いろいろ、ね、トレード以外にもあるんで、うん、そのひっくるめてうまくいくための、うん、こう考え方とか、うん、具体的な実践方法をちょっと梅ちゃんにレクチャーを、僕もちょっと教えてもらいたいな、その秘訣をぜひぜひ、はい、思うんですけども、はい、ちょっとそのトレード始めた頃のいきさつみたいな、そこからどうやって今に至るかみたいな、ざっくりちょっと、ざっくり言うとトレードはなんかこうちょっとおまけでついてきたみたいなのがあって、え、そうなんですか。なんかこう自分の心と向き合うことを私、うん、始めたんですよね先に。え、トレードやる前に。トレードやる前に。あ、そうなんだ。うん、でそれでなんか比較的トレードが答え合わせっていうか、うん、あ、最初からそういう感じだったんですね。そうなんです。あ、そうなんだ。そうなんです。あ、じゃあこうもうとにかくトレードで稼ぎたいみたいな感じで始めたわけではないっていう感じじゃなかったんですけど、うん、ですけど、でももう途中、うん、途中経過とかはもう本当に恥ずかしい話、うん、なんかこんなに稼げる私すごいでしょ、どやーみたいなそういう時もあったし、もうなんか金額が全てだぜって思ってたような時もあったし、そういう恥ずかしい過去を経て今があるんですけど、でまあ、比較的ちょっと周りを見てると多分その誰嫌な人を見返したいとか、うんうんうん、なんかこうお金があったら幸せになるんじゃないかとか、うん、こういう問題が全部解決できるんじゃないかっていうふうに思って始めてる人が多いかなと思います。ああ、うんうん、そうですね。最初に気づいたことが、うん、未来って分かんないじゃないですか、うんうん、未来って分かんないけど、うん、予測しようとするんですよ。うん、
うん、それはトレードに限らずってことか、トレードに限らずなのかな、うん、特にでもトレードだとそうなのかな、こうなったからこうなるはずとか、うん、でなんだろう、そこって本当は自分が何もコントロールできないところなんだけれども、うんうん、なんか自分のエゴでどうにかなるんじゃないかな、うん、どうにかコントロールできるんじゃないかなっていう、はいはい、こうちょっとスパイラルに巻き込まれていって、こうやっぱりうまくいかないわけですよ。でそこでコントロールできることとできないことっていうのをまず、うんうんはい、トレードも含めて日常生活全て、うんうん、一個一個、うん、あこれはコントロールできること、あこれはコントロールできないことっていうものを認識から始めました、うんうんはい、なるほどね。え例えばトレードでコントロールできないことっていうのはなんか結構わかるじゃないですか、その、はいはい、例えば損切りエンドリーリグ以外は自分でコントロールできないじゃないですか、はいうんうん、日常でってどういうことですか。日常でっていうと多分こうやって人と絡むことって比較的コントロールできないんですよ、うん、ああその相手の反応とかそういうことですか。そう相手の反応もそうだし、うん、で自分が待ち合わせしましたと、うん、で相手が30分遅れてきたとか、うんうん、そういうのってもうコントロールできないじゃないですか、うんなうんうん、でなった時に自分がじゃあコントロールできることってなんだろうって思うと、うん、やっぱ自分自身のことなんですよ ね、うん、確かに、うん、でもうコントロールできないことに振り回されるのやめようって、そこで結局エネルギーが相当持ってかれてるので、そこで悩んだりイライラしたり、うんすることでこう自分のエネルギーが持ってかれてるなっていうのを気がついて、もう自分自身のコントロールできることだけに集中しようと思いました。ってことは戦うことをやめたってことですね。戦いません寄り添う感じで、ちょっとあれですね、孫子の兵法ですね。ああそうかもしれないですねそうそうそう、言いたかっただけなんですけど孫子の兵法今好きでしょ今結構好きだから老子とかね、孫武あたり、うん最近ちょっとまた見てるんで、はいはい、そういうことですね結局ね。そういうことなんです。じゃあ身をもってちょっとそれ体現しちゃったと。そうなんです。孫子の兵法。そうです。さすがっすね。いやなんかでもね、よくビル・ゲイツとかその孫正義さんとか、昔の人だったら武田信玄とか、うん、徳川家康とか、うん、そしてその戦わない、うんうん、戦い方っていうか、うんそのぶつからない、うん、あとはそのコントロールできないものをコントロールしない、うん、っていう風にすることで自由度がすごい上がるみたいな、うん、あれですね、事例ですよね。みんなそうかもしれないですね、うん、だからそういうことのすごい多分執着が私の中にたくさんあったから、うん、そういう執着を一個ずつ うん、見てった。うん、別に執着が悪いことだと私思ってなくて、うん、そういう思いがあるから頑張れたりとか、はいはいはい、うん、バネにしたりとかできるじゃないですか、うんうん、なんかそこは決して悪いことではないんだけれども、うんうんうん、多分ある一定以上いくと、うん、そこをもう一回見直してってあげないと、うん、ずっとそれにとらわれちゃう。そうなんですよね、うんまあ、苦しさが続きますよね。そうそう、で、うん、そうすると結局トレードで、うん、トレードが多分うまくいってたとしても、うん、もっと稼がなきゃいけないとか、うんうん、なんかこうもっと頑張んなきゃっていうスパイラルから抜け出せないから、うん、ずっと苦しいまんまになっちゃうと思うんですよね、はい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 、なるほど、うん、それありますね、うんうん、なるほどね。じゃあそこで自分と向き合うためにトレードを始めたってことですよね。そうですそうです。なんでトレードにしたんですかわざと。それね、たまたまそういうきっかけがご縁がいろいろあって、うん、たまたまってことですか。じゃあたまたまってことです。やりたいっていうのがあったわけじゃないってことです。なんかね、心が楽になりたかったあ、心が楽になりたちょっと病んでたんだと思う。はいはい、あ楽に、それどういう意味で。経済的にっていうことだけじゃなくて。あでもね、経済的にも自立しないといけないなって思っていましたね。はいはい、うんうん、で精神的に楽になりたかったですか。精神的にも楽になりたかったし、あとやっぱそのお金のない生活は嫌だっていうのもあったと思います。ああ、うん、なるほどね、うん、そういったちょっとメンタルブロックがいろいろあって、うんうんうん、トレードだったらそれを解決できるんじゃないか。そう、あとお金はあっても困らないよねっていうのがあったと思います。なるほど、でトレードを選んだわけですね、はい、そうか。でそこからやってみてどうだったんですか。実際やってみると、うん、トレードって数字じゃないですか、うん、数値化されるじゃないですか、うん、だからその自分の状態がいい時だと数字もいいんですよ。逆に自分の状態が悪いと数字も悪いんですよ、うん、状態悪いってどういう時ですか。例
人が傲慢になったりしてると思うんですよね。ああ、天狗。天狗になっちゃって、うんうん、なんかトレードをうまくいきだして、はいはい、それが全部自分の力でうまくいってるんじゃないかみたいな傲慢な気持ちになってる時は、うん、ありますね。もうなんか相場の神様にもうピシッて、はいはい、怒られちゃう。怒られて、はい、違うよって怒られて。ありますね、それはね。こっそりこっそりね。よくあるやつですね、それね。そう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 、はいはい、うん。でなんか比較的その自分の状態を見るバロメーターとして私の場合はたまたま分かりやすかったので、それで、あ、今自分は状態良くないなとか状態いいなっていうのをそうやって適宜、うん、その数字結果から見てなんか整えるみたいなことをやってたこと。整えることやってます、今もやってます。それ最初もそうだったんですか？スタート最初の頃は、うん、と数字を追っかけることが楽しくって、うん、結局最初の頃はそれこそ月にいくら稼ごうみたいな目標設定をしてたんですよね、うんうんうん、だからじゃあその数字になるようにもうとにかくひたすら頑張る、うんうん、だからもうがん多分ね頑張ってる自分が好きだったの。ああ、はい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 、うん、いやそれあるな、うん、こんなに頑張ってる私、はいはい、すごいみたいな、はいはい、うん、あるなあるな。あとはまあ多分頑張らない自分には価値がないんじゃないかとか、うん、あーあるわあるわ、うん、そういうのあるある、うん、はいはい、っていうのが多分根っこにあったと思うんですけど、うんうんうん、それを、まあ、もう頑張ってもいいし、うん、頑張らなくてもいいし、うん、この金額いってもいいし、うん、行かなくてもいいしっていうところで、うん、手放してから楽になった。あ、うん、確かにね、あの梅ちゃん見てるとね、メンタルブロックがねことごとくないなと思うんですよね、いつも。あ、なんかねちょっと逆に言うとネジが飛んじゃってる感を感じるんですよ。あるんですよ、はい、あるけど、だからそこを気づいて、はい、多分修正していく、修正していくっていう、はい、あ、いい意味でですよ、ネジ飛んでる感は、はい、ちょっとね、3本ぐらい抜けちゃってるかもしれない。飛んでるよなと思いながらちょっと見てるんですけども、うん、そういうことだったんですね、うん、っていうのだと多分私、うん、そのちょっと、なんだろう、おバカさんなんで、あんまり深くいろいろ考えないんですよ、はいはい、で、こう、多分トレードで考えちゃう人って、うん、こう今はこういうパターンだからこうなって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 いっぱい考えちゃうじゃないですか。でもいっぱい考えたところで、うん、未来のことって誰も分かんないよね、分かんないですっていう、うんうん、ちょっとおバカさんだからいい諦めができるっていうか。プラスに働いてるわけですね。そうで、多分そこがいろいろなんていうの、見えちゃう人、うん、っていうか考えられる人は、はい、うん、でもこうなるかもしれないこうなるかもしれないこう考えてる方に、うん、多分力を注いちゃうんですよ。そうですね、それはありますね、うんうん、まあ、そこはねコントロールできないっていうのがあるので、そうだから本当ね僕ずっとやってて思うのは、うん、その未来予測が外れても、うん、あの大丈夫な戦略をやった方が一番早いなっていうのを気づいたんですよ、うん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 、だから上がると思って仕掛けたとしても上がんなかったとしても多少下がってもまあある程度プラスになるっていうようなやり方、うんうんうん、が一番いいわと、うん、方向性当てに行くっていうのは無理、難しいですね、非常に難しいっていうのには気づいた、うんうん、で僕も戦略はもう昔のディーラー自体とはもう全然違うんですけど、うん、昔はもうスキャルピングで細かいねノイズを取りまくるっていうもう肉体労働やってたんで今はできないですねそんなんで、はい、うん、あれは本当ね 2,3 年ぐらいしか無理ですよ。だと多分、うん、一個一個に気にしてると、うんうん、神経すり減っちゃうと思うんですよ。そう、ね、うん、精神エネルギーがねどんどん消耗していきますよね、うんうん、かそうすると結局辛くなっちゃうんで、はいはい、でなんかそれでまたマイナススパイラルになっちゃうじゃないですか、うんうんうん、あ、またなんか失敗した、うん、うまくいかない、うん、そんな私はやっぱりダメだみたいな、うん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 、別にトレードがうまくいこうといかなかろうと、うん、その人がいいか悪いかなんて関係ないけど、うん、そこはなんかこう一緒にくっつけて考えちゃう人が多いなと思ってて、うん、そうだ、全部ねその生まれてからのそういうなんかなんていうんですか、ね、自分で作り出したね妄想にねやられちゃうんですよね、うん、そう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 、で自分で自分のセルフイメージ下げていって価値がない、自分は価値がないんだみたいな、うん、でも価値を感じたいから結果を出そうと頑張るっていうね、ちょっと辛い、苦しいパターンになっちゃうんですよね、うん、じゃあ、梅ちゃんはじゃあそのトレードを始めて、うん、最初からいきなりうまくいったわけじゃないですか、それとも最初から結構順調にいっちゃったんですか？だからね、比較的そのトレードを始める手前で、うん、私はなんかその自己肯定感っていうんですかね、うん、はいはい、うん、を上げることをフォーカスしたんですよ。あ、上げたかった。そう、うん、
だから、うん、トレードで自己肯定感上げるんじゃなくて、うんうん、そのトレードやる手前でトレードが別にうまくいってもいかなくても、うん、私にはなんかこう価値があるないってちょっと言い方もちょっとおかしいけれども、うんうん、別に私って変わりはないよねっていうようなところを比較的埋めてた、はいはいうん、ああそうなんだすごい欠乏感が大きかったから あそうなんですね、うん、欠乏感大きかったんですね大きかったですでもそれを欠乏感大きくても今みたいにいい意味でネジがぶっ飛んじゃうようになれちゃうんですね、うん、そうそうそう人は変われるのよ自分が変わろうと思ったら今ね、うん、今そのかけらもないですよねうんそうかもしれない、ね、だからそういう風に変われていったっていうのは、うん、何がポイントだったんですかそれはトレードも含めてトレードも含めてでもそもそもそういう自分慣れたからトレードもうまくいき始めたんですか いき始めたんだと思うあそうなんだうん、何がポイントだその毎日の過ごし方ですねでもやっぱりポイントそうですね、ねあの、うん、みんな多分すごい意外に思うかもしれないんですけど、うんうんはい、体のケアを結構すごいやりました、うんうん、あ体ちょっとそれはですねそれすごい聞きたい話なんですけどあのトレードでもうトータルプラスをね出し続けたい人がやる3ステップの話をしてもらうんですよ、はいはい、そこでちょっと詳しくしますわかりましたわかりました、はいはい、じゃあちょっとすごい体の話、うん、あの、うん、こっから先はすごい苦しい話になってくるんですけど、はい、いいそうですよ自分の本当の今っていうのをきちんと見ることですよね、うんうん、なるほどまずは自分の状態、うん、今の自分の状態、うんうんうんはい、例えばなんですけど、うん、こんなに頑張ってるのにうまくいかない私とか、うんうんうん、とかこう例えば会社でこれ人よりもいつも、うん、なんだろう気を使ったり、うん、いろんなことをやってるけど評価されないとかあ、うんうんうん、いろんなパターンがあると思うんですけど、はいはい、そこって事実だけを見ていくと、うん、自分が思ってることとちょっと違う現実が見えてくるんですよ、うんうん、そこにこんなに頑張ってるのにってとか、うん、かわいそうな私とか、うんうん、なんかこう認められない私っていう、うんこう感情をくっつけちゃうから事実が見れないんだけれども、うんうんうん、じゃあ事実だけを見ていくと、うん、じゃあ例えばなんですけれどもじゃあその時の私の事実、うん、ありのままの事実っていうのは、うん、家族のために頑張ってこんなに頑張ってる私けど報われてないっていうのは私のもう感情が作り出してる嘘の話なのね嘘の話嘘の話でじゃあ事実だけを見ていくとなんかこうじゃあなの家族間のこうなの家族間の会話があまりないとか、うんうんうん、そこの事実だけを見ていった時にあなんかこれって結局、うん、私がもたらしてることなんだなっていうのに気づいたんですよ、はいはいはいうん、全部人のせいにしてたんだけど、ねうん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 、なんで私がこんなにやってんのに、うん、あなた分かってくれないのとかあ、はいはいうん、周りは分かってくれないのとか、うん、その理解されない私、うん、かわいそうみたいな、うん、でだけど事実だけ見ていくと、うん、その原因を招いてるのは、うん、とかそういう考え方を持ってってるのは自分自身だったっていうことに気がついたんですよ、うん、でそこからじゃあどうしたいの、うん、今のまんまが嫌なんだったらじゃあどうしたいのっていうところでじゃあこういう自分になりたいとかこういう世の中なんだろうこういう日常になりたいっていうことをこう自分でこう思ってって、うんうん、じゃそのためにはどうしたらいいのっていうところですよね、うんうんうん、っていうのをひたすら続けてきました。なるほどね。ある意味なんか識別みたいなやつですね。そうです、うん、あのトレードもそうなんだけれども、うんうん、自分が買いポジションを持ってると、うん、チャートが上がる理由ばっかり考えません？ ありますね。明らかに、うん、もうなんか長い時間足とかで見ると下がってきてるのに、うん、上がるんじゃないかっていうこうちょっと期待、ねはいはい、期待があると、うん、上がる理由ばっかり探すのと一緒で、うんうんうん、そのありのままを見るってすごくやっぱり難しい、うん、難しいですね。難しい、うんうんうん、難しいですね。だそのありのままを本当は見なきゃいけないのにみんな、うん、あのいろんなことをね同時にやろうとしちゃうから、うん、なおさら難しくなるんですよ。で、うん、特にトレードってあのすぐできちゃうじゃないですかその日から、うん、だからトレーニングせずにいきなり試合に出れちゃうんですよ、うん、でその状態でありのままを
見ようとしても無理だから、うんうん、あのその辺もこう切り分けてやんなきゃいけないなっていう部分はすごいあると思ってて、例えばちゃんと普通に売買の練習するとか、うん、あのその辺の自分のハードル、その心理的抵抗感を下げていくとかやんないと、うん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 、いろんなところでノイズがありすぎて、うん、その本来見なきゃいけない部分が見えなくなるってなるじゃないですか、ね、そういうの難しいですよね。そうなんですよ。で例えばなんですけど、うん、今じゃあ私がこうやって話してて、うん、なんかこうカエルマさんから、うん、え、それおかしいですよねって、うん、僕そう思いませんよって言われるとするじゃないですか、うんうんうん、でそこって事実だけで見ると、うん、なんか貝沼さんはそう思ってないっていうのが事実じゃないですか、うん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 、だけどそこにあこの人私にそういうふうに言った、うん、私はこの人に嫌われてるんだわとか、とかこの人なんかこうちょっと今の言い方が気に入らないんだわとか、うんうん、人ってとかくそのいろんな感情をつけて、はいはい、違う事実に見ていきたがるんですよ。だからそこのなるべく感情をつけずにありのままを見る練習って結構しました。なるほどね、うん、そっか、その辺が結構ちょっとポイントな気が、うんうん、そのなんか地道な積み重ねがね、うん、ちょっとこの辺をそのあれですよ、これからの今後の3ステップの動画でちょっとね詳しく聞いていきたいんですけども、ね、はい、であと、はい、私こうまあトレードしてるんだとかっていうと、うん、なんか私もトレードしたいんですとか、うんうん、トレードで稼いで、うん、なんかこう世の中のために貢献したいんですとかっていう話をね、はい、結構されたりするんですよ、はい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 、でそこって私本当にって実は毎回思ってて、うんうん、しかも相手にもそういうふうに伝えてるんだけど、うんうん、え、本当にそう思ってんのって伝えてるんだけど、本当はその手前でもっと自分を満たしたいっていうのがあるはずなんですよね、うんうん、はいはい、例えば男の人とかだったら稼いでキャバクラ行ってチヤホヤされたいとか、あのなんだろう、女の人だったらブランド品いっぱい買いたいとか、まあ家族がいたら家族みんなで豪華に旅行行きたいとか、いろんな思いがあると思うんですよ、はいはい、でもそういうのをこうすっ飛ばして、うん、すっ飛ばしてっていうかそういう思いに蓋をして、うん、なんかいいことだけをしなきゃいけないとか、うん、その欲望みたいなのを持つのはいけないことだって思ってる人が最近すごい多いんじゃないかなって思ってて、それって結局、はい、自分のありのままの気持ちに蓋をしてることになるから、うん、なんかちょっといびつな形になっちゃうんですよね、うんうんうん、それはありますね、うん、それはすごいありますね、うん、そういうのは。で別にその欲望を持つことが悪いことでもないし、うん、なんかこう社会貢献しなきゃいけないわけでもないと私は思っていて、うんうん、はい、何が良くて何が良くないかのジャッジなんてその人がこうやっぱ生まれて育ってきた環境だったり、うん、その世の中の一般常識って言われるものだったりで、うん、それって時代とともにどんどん変わっていくし、うん、何がいいか悪いかなんて分かんない、うん、自分が感じた思いとかっていうのは全部本当の気持ちだって私は思ってるんですよ、うんうん、だからそこをきちんと見ていかなくって、うん、綺麗事ばっかり言ってると、うんうん、後で苦しくなるんじゃないかなって思います。そうですね。常に自分の中に不安要素があると、うん、もうそれだけで、うん、なんだろう、それをずっと握りしめてるわけじゃないですか、うん。それだけで相当エネルギー使ってますよね。使ってますね。ね、でそこでそれだけエネルギー使っちゃってるとトレードに回すエネルギー多分もうないと思うんですよ。ないですね。冷静に判断ね、うん、まず、うん、あのできないっていうか。だからそこはやっぱ一回立ち止まって、うん、じゃあその不安はなんで不安に思うのかっていうところをやっぱ自分と会話してってあげないと、結局やっぱ本当自爆になっちゃうと思います。ね、なりますよね。うん、いやね、まあトレードってね、ただの金稼ぎの、ね、手段って思われがちですけど、すごい自分の精神状態とかをこう如実にこう水のように映すじゃないですか。映しますね。ね、っていう意味ではすごいその、うん、ハードだけど、自分を変えるにはまあ。結構最短な、ね、ものでもあるんで、うん、その辺の話をちょっとこの後また梅ちゃんに聞いていただきます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。